どうもいつもお世話になっております。抜け丸です。今回は二天竜フェーズの解説動画になります。もうかなりの終盤で、ここを超えれば最終フェーズになります。では行きましょう。不殺の誓い。ここは、フレースベルグの攻撃で死亡すると、フレースは誓いが破られたと怒ってしまい、通常攻撃が耐えられるダメージではなくなります。ですので、基本一人死んだらほぼワイプになります。到達するまで時間がかかる割に、あまり練習をさせてもらえないのがきついですね。目殺の誓い。ニーズヘッグからランダムで DPS 一人に付与されるデバフで、ドットダメージと回復力が低下します。35秒後に爆発し、受け渡すことが可能で、2人以上が巻き込まれたら火傷がつき、最大 HP も低下します。また、受け渡した側には、目殺の償いという受け渡しに参加できないデバフが付与されます。これは、フェーズ通して何回か受け渡しします。開幕、MT はニーズヘッグのヘイトを、ST はフレイスベルグのヘイトを取ります。蛇竜の息吹、聖竜の息吹。ヒラ DPS とタンクで全く違うギミックが来ます。ヒラ DPS にはニーズから炎の線、フレースから氷の線が3本ずつつきます。属性付きの距離減衰奥義範囲と徐々にヒートまたは氷結のデバフが付与されます。また、このデバフは違う属性に当たると打ち消すことができます。次はタンクです。両方の竜の口が光っていた場合は、それぞれのヘイト1位に属性付き攻撃とデバフを付与してきます。こちらの属性も同時に受けると打ち消すことが可能です。どちらかの口が光っていた場合は、光ってる竜から前方奥義範囲攻撃が来ます。また、光っていない竜からはヘイト1位に強攻撃が来ます。つまり、両方の口が光っていたら一緒に受け、片方だけだったら3回です。3つ処理方法を紹介します。タンクは一緒に受けるのと3回を図示しますので2枚ずつになっています。これは、平固定が採用している方法ですが、タンクの方はかなり広く、並び方もわかりやすいですが、ヒラ DPS の距離感が少しシビアな感じです。これは、南外周側を2組にしたやつです。この縦線が目印らしいです。これは、1組を北に持ってくパターンですね。以上、3つのやり方でした。固定によってやりやすいのを採用してください。息吹から見ていきましょう。ヒラ DPS で炎と氷を重ねて打ち消します。タンクは映っていませんが、ニーズの口が光っているので、ニーズから中央にブレス、フレースからヘイト1位のガンブレに強攻撃が来ています。目殺の誓い。息吹後、ランダムで DPS 一人に目殺の誓いが付与されるので軽く3回しておきましょう。アクアファー。ヒラ2人対象の頭割り攻撃なので、4-4に分かれて受けます。ただ、均等化のギミックにより HP の差を 3% 以内に抑えないとダメージが増加し、耐えることができません。差がある場合は線が見え、紫だったらニーズの HP が多い、白だったらフレーズの HP が多いとなっております。序盤からフォーカスターゲットなどをして両方の HP を見ておくことをおすすめします。結構二天竜は柔らかいし、3% 以内というのはシビアなので、しっかり調整役を決めておくか、手を止めても大丈夫だと思います。アクアファーが終わったらフレースを見ておきましょう。フレースの片翼が光り、フィールド反面攻撃が来ます。この場合北側反面ですね。その後、外周を見てニーズがカータライズで東反面を潰してくるか、西反面かを判断します。北の西側にいるので、アンチは南東側ですね。さらにフレースからホーリーフェザーという反離攻撃が2人に来ます。これは、フレースが頭を下げていたら近い2人へ、頭を上げていたら遠い2人に来るので、タンクが誘導しましょう。つまり、4分の1のアンチの中でタンクが反離を誘導し、他の人は離れている処理になります。目殺の誓い、受け渡しです。これは重なるのではなく、デバフカウント0で消炎範囲が発生し、その範囲内の人に受け渡しします。DPS から DPS に受け渡ししました。邪念の炎。復讐の炎4人。
道連れの炎二人、何もなし二人とデバフがつきます。一定時間後に復讐の炎は小円範囲を発生、道連れの炎はペアで頭割り攻撃を発生させます。つまり、何もない人は道連れの炎とペアになり処理します。悪魔音。2秒おきに4連続の頭割りが来ます。初段が一番痛くてかなりの軽減が必要になります。また、AOE が残り、踏むとボットが付与されます。タータライズ。フレースが南北どちらかの外周から突進してきて、フィールドの3分の1を潰してきます。シンクの弾。弾が3個ずつ3箇所に出現し、中央、角、その対角と出現順は固定で、順番に十字範囲をしてきます。では、そこまで実際に見ていきましょう。邪念の炎映像完了で中央に火の玉が出現しました。まず、外周のカータライズの位置を確認し、ニーズ側に行くか、離れるかを判断します。ニーズを見て左右にフレースがいたら後ろに行きます。フレースが向かって右にいますので、後ろへ行きます。その後角に出た玉でどちらの角に行くか判断します。アンチの火の玉が2個目だったらない角へ、3個目だったら火の玉の角に行きます。アンチの火の玉が2個目なのでない角へ行きます。悪魔音1回目を見たら移動を開始、まずは1回目の範囲の縁で止まります。中央のシンクの玉の十字範囲が発生したらそこへ駆け込むように移動を再開します。ここは駆け抜けてしまうと十字に引かれますので、我慢してしっかり範囲の発生を確認しましょう。十字範囲に入ったら90度曲がり中央へ駆け抜けます。ヒートテイルまたはヒートウィング。ヒートテイルだったら外側アンチ、ヒートウィングだったら内側アンチになります。ヒートテイルまたはウィング発動時に復讐と道連れの炎のデバフが発動します。今回はウィングなので内側アンチです。アンチでの3回例ですが、基本このようにして、中央に向かっていって左を黒、右を白としていました。他に参考例を挙げるとすれば、ニーズ側を黒、フレース側を白としてもいいかもしれませんね。別パターンを見てみましょう。ニーズの左右外周にフレースがいませんね。ニーズ側に行きます。アンチの火の玉は3個目なので火の玉側へ行きます。悪魔音一発目の縁で止まります。中央の十字が出たら移動開始し、そのまま中央へ駆け抜けます。ヒートテイルですので、外周側でデバフにより3回します。デバフ処理後、3回目の受け渡しがあります。持っている DPS は、フィールド中央で MT と受け渡しをします。他の人は近づかないようにしましょう。アクアファー。均等化チェックです。紫の線なので、ニーズが多いですね。ニーズから攻撃しましょう。ただ、片方だけに集中せず、常に HP 差に気をつけましょう。ここが終わればもう均等化はありません。アクアファーが終わったらフレースを見ておきましょう。フレースの片翼が光り、フィールド反面攻撃が来ます。さらにヒートテイルまたはウィングでアンチが狭まります。そのアンチの中でホーリーフェザーを処理します。テイルですので北側アンチで、フレースが頭を下げているので、タンク近づく、タ、離れるです。ヒートウィングのタンク離れるパターンも見てみましょう。ウィングのアンチがさらに半分になり、かなり狭いので引かれないように注意です。頭を上げているので、このアンチの中でタンク離れるです。ホーリーフェザー処理後、4回目の受け渡しがあります。処理した付近で、MT と ST が受け渡しをします。邪竜の息吹、聖竜の息吹。1回目と同じものですが、この後のギミック処理のためにここではあえてデバフを打ち消さない処理をします。3回例を3例ずつします。1つ目は、平固定が採用したやつです。2つ目は、全部南に寄せています。3つ目は、1組だけ北ですね。どれでもできますので、やりやすいのを採用してください。もう一度息吹から見てみましょう。息吹の処理が終わったら、ニーズとフレースが北へ移動し、半面ずつカータライズをしてきます。それぞれのカータライズは、ニーズは炎、フレースは氷の属性を持っています。そのため、
先ほどあえて打ち消さなかった属性と逆のカーテライズを受けることで打ち消すことができます。氷結の方は直前で氷結するだけなのでいいですが、ヒートの方は直前でヒートが発動し行動するとダメージを受けます。ですので攻撃することはできますが、カーテライズを受けるまで動かないようにしましょう。タンクは西 MT、東 ST でカーテライズを先頭で受けましょう。息吹でデバフをもらっていないため、大ダメージに加えドットをもらいます。ですので、私たちは無敵で処理していました。タッチダウン。カーテライズが終わったらニーズとフレースがフィールドに戻ってきます。距離減衰攻撃なので北外周に集まりましょう。目殺の誓い。タッチダウン直後に受け渡しがあります。数字マーカーで ST と DPS で受け渡しします。他の人は南側へ移動しましょう。再起の方向が終わるまでに二天竜を削り切れば最終フェーズになります。忍者視点と暗黒視点の投資を垂れ流します。Children of the land, do you hear echoes?
echoes of truths that once rang clear. Two souls intertwined, one true love they did find, bringing land and heavens near. But flames that burn full bright soon fell dark. Memories dimmed by shadowed hearts in the waxing gloom did wane the lover's moon, watching as their worlds drift apart. One soul's cry, a passion welling. ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をポチッてしていただけるとモチベーションが爆上がりします。どうかよろしくお願いいたします。